そのまあネタちょっと作っちゃったんだけど自転車の部品で舐めやすい素人が壊しやすいボルトの筆頭がここねこのボルトがまあこう浅いたいなやつが普通の人はこの L 型のやつを。 持ってんだけど、うん、これがこうすごい安定し、にく、こう斜めっぽくなってこう、なんでやっぱり私はこういうのを使っているわけだよね。こ野澤さん自身の youtube か何かで話してましたかそう、壊しちゃった高校生こう。こう、ここで押しながら、押しながらしっかりホールドできるから T 字型が ね、もう一回キュッて緩めばあとは感じた構造的にこういう構造こういう構造してからそんなにがっちりとしたものは作れないわけ、うん、で問題はこれ、ね、舐めちゃうとあの何にもできないわけオーバーサイズやったらこっちが細いからオーバーサイズも。 ボルトにはできない像的になもう一つの話題がはいこれカンパニョーロウルトラトルクのクランクでベアリングを外してきれいにしましたよっていう話こういう効果があるんですよ本来ははこれはフォークの 下玉押し外し工具っていうのがあるんですこうやっってて、うんえー、スライディンングハンマーになってんです、ね、で、先ほど 5mm のボルトで締めたところがベアリングの向こう側に引っかかっているんでこうやって、えー、マイナス方向にスライディングハンマーで叩くとこうやってほらあのウルトラトルクのベアリングがいとも簡単に取れるわけでございます。 右ドライブ側はですね、ベアリングの脇にシーリングがあるんで、それを先に取っているとで、こっちの左クランク側はですね、シーリングはないんで、そのままこの工具で、コンコンコンってやればね、取れるという形になっておりますね。はいあ取れました。ここで注目したいのは、カンパって片側にしかシールがついてないんだよね。 水が入ってこないでしょ BB の内部はねって形で。あの <laughs> 極力回転を軽くしようというイタリアならではの考え方です。で、ワコーズの水なし洗浄をやった後に今これあの、コンプレッサーがない場合はこうやりましょうよっていうい一時石油系のパーツクリーナーでゴミを吹き飛ばしてやれば、まあ、コンプレッサーが普通のご家庭にはないでしょうから、まあ、いけるんじゃないかなと思います。はい、それれででこれ今指差しているのが寒波のののがアームの時のですね そのチェンリングボルトねこのこの形状のやつ内側がこの形状のやつでこれはね普通の,あの一般の方はね外そうと思わない方がいいと思いますよすんごくものすごく折れやすいんでしかも折れちゃって日本にないとイタリア取り寄せになりますからこのボルトはね触んない方がいいと思いますねまあこちらは綺麗にして 再度そのさっき外したあのベアリングを今度は打ち込んでやるわけでございます。打ち込む時はまあこうやってあのベアリングをスッと入れます。でまたこれはカンパニョールの工具ですね。下玉押しを打ち込む工具が こういう風に使えるわけでございますちょうど内側レースだけに当たるんであのベアリングの弾にはこれ打撃してもベアリングの弾には衝撃が伝わらないとちょうどいい寸法になってるんですね打撃して打撃音が澄んだ金属,音に金属音になったら OK ということですねはいそれでシーリングをはめていきますこれは工具を使わないで指でビヨン ってこう広げてやればあとはあ爪両方の爪でギューッと押すとキューパチンってこう <laughs>、えー、溝にはまるんで、うん、それでまあ作業完了とこういう風になってればいいんですねはいこれでえー、っとこのクランクはあまあちょっと周りは錆びてんだけど OK 牧場みたいな感じでございますはいご視聴ありがとうございました地味なネタ